皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。日本食って菜食中心で肉料理少ないですよね。これって歴史的な理由があります。飛鳥時代に天武天皇が肉食を禁止しました。そしてさらに奈良時代になると聖武天皇がその肉食禁止、さらに厳しいものにしたんですね。これが戦国時代に西洋人が日本にやってくるまでずっと続いていた。このために日本食は野菜料理が中心で肉料理が少ない、こんなものだったんですね。まあ肉食禁止といっても鶏とか魚は食べていたんですけど、肉食禁止になってもやっぱり肉を食べたい人はいて、馬肉を桜、イノシシの肉をボタンなんて呼んで食べていたようです。さて、テストに出やすい中学歴史、今回は平安時代についてお話しします。まず平安京として平安時代の初期のこと、次に平安時代の政治について、国風文化、そして最後に平安時代の仏教、この順番でお話を進めていきます。平安京ができる前の時代、つまり奈良時代ですね。この奈良時代の後半は貴族や僧の権力争いの時代だったんですね。で、そのために平城京から長岡京、ここに都を移したんですけれど、この長岡京って水害が絶えない場所だったんで、794年に桓武天皇が平安京に都を移しました。そして仏教勢力を避けるために寺院の建立などをこの都の中には認めなかったんですね。教科書とか資料集にこの平安京の地図載っていると思うんですけれど、都の中心部分にはお寺ないはずです。それから坂上の田村原を征夷大将軍として江道を攻めて、朝廷の支配、これを東北地方まで広げました。征夷大将軍として最初に出てくるのが教科書では坂上の田村原、このために初代の征夷大将軍と勘違いしがちなんですけれど、実は3代目です。最初の征夷大将軍になった人は実はね、江道と戦って負けちゃってます。で、2代目の人は、60を過ぎた人で、実はその時坂上の田村村が副将軍だったんですね。で、副将軍で活躍して、で、その次に3代目として正式に征夷大将軍になって東北地方まで朝廷の勢力を伸ばしたということです。ちなみに京都の清水寺、この清水寺は坂の上の田村丸が建てたお寺です。今度は平安時代の政治についてです。平安時代、この時代って武士団が出てきます。代表的な武士団は源氏と平氏ですね。最初この人たちは朝廷とか貴族の護衛とか警護をしていて、身分は低いと馬鹿にされていたんですけれど、平安時代の後半になるとこの武士団が力を持つようになります。ではまず平安時代の政治の最初、これ藤原氏の摂関政治です。テストにとてもよく出ます。天皇が幼い時摂政として成人すると関白として天皇を補佐して、ね、政治を動かしていました。それをやったのが藤原氏ですね。どのようにして藤原氏は力をつけた、ね、これは娘を天皇の妃にして、そして生まれたその子供を新しい天皇にする、幼いうちに新しい天皇にして実権、これを握っていました。で、代表的な人物2人覚えておきましょう。それは藤原の道長と藤原の頼通です。こちらがお父さん、道長のお父さん、頼通が子供になります。次に出てくる政治、院政です。院政というのは天皇が皇位を譲って上皇となって行った政治のことです。最初に行ったのは白河天皇、この人が天皇を退いて上皇になった。白河上皇になって院政を始めました。この院政を始めるにあたってはこれ武士団の力、これがかなり影響しています。そして最後に武士として最初に権力を握った人物、ね、平清盛の政治です。1167年、平清盛は
武士として初めて太政大臣になって政治の実権を握りました。でどうやって政治の実権を握ったかというと、実はね、やってることは藤原氏と同じでした。娘を天皇の妃にして、ね、そこで生まれた子供を幼いうちに新しい天皇にして実権を握ったんですね。貴族と同じことをやった、藤原氏と同じことをやった、そうやって力をつけていったということです。それから平の清盛でもう一つ覚えておきたいものが貿易です。これ大和田の隣、今の神戸ですね、ここで日宋貿易を行っていました。これも時々テストに出るので覚えておきましょう。菅原道真が遣唐使を中止、これを提案したことで生まれた、それが国風文化です。それまでの中国風文化をもとに日本の風土や生活に合った、そういう文化が生まれたんですね。代表的なものは仮の文字です。日本語の音を文字として表す、それが仮の文字ですね。その仮の文字で物語として紫式部の源氏物語、そして随筆として聖正納言の枕草子が書かれています。また紀貫之らが古今和歌集、これをまとめています。そしてもう一つ、貴族の住居として神殿造り、こういうものがあります。広い敷地の中にね、建物があって、それとは別に日本庭園のような庭がある、そういうものが神殿造りです。最後は平安時代の仏教です。ここに出てくる2人、最澄と空海、この人たちは遣唐使として中国に渡って仏教を学んでいます。そして日本に帰ってくると、最澄は比叡山に延暦寺を建てて天台宗を開きました。そして空海は高野山に金剛峯寺を建てて真言宗を開いています。そして世の中が乱れ、人々が不安になってくると、この浄土の教え、これが広まっていきます。この浄土の教えというのは、念仏を唱えて阿弥陀仏にすがれば死後極楽浄土に生まれ変われる、こういうものでした。で今回は平安時代についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。